か。え、待って、なんで赤くなるの。しばらく待ってればゼルダちゃんが語り始めるはず。なかなか切り替わらない。いや、ちょっと待って、これすげえ嫌な感じする。もう一回ちょっとあっちの方行ってみますよ。正気が出てくる。出てくるわ。あれ、あいつ静かで逆に怖えよ。完全にタンクになっちゃってる。かわしての、かわしての、はい、あ、いいね。いいね、いいよ、リンクくん、とてもいいよ。差し替えとこうか。あれは夜光石だね。あ、なんだあれ。ん？なんだあれ。大丈夫？これそんな、こんなさ、広い湖にいて、なんか水中から襲ってくる敵とか嫌だよ。あれ、何あれ？地下が続いてんのかな？てか、私途中でハイラル城に行けるっぽいようなところをスルーしてきちゃったけど、結構奥深いね、ここね。今、地図的には？まだ全然ハイラル城じゃねえな。あれ、じゃあさっきのところ、もしかしてまだ、行き止まりだったのかな？ハイラル城かと思ったけど、そんな近くないね。お、何？なんもない。なんもないっての逆に怪しいんだよね。あ、無理だ。よいしょ。尿長い。いや、別に、特にね。大変だね、もうね。上も下も探索しなきゃいけないから。あんなに岩の塊が。大丈夫？ここボス戦とかじゃない。え、待って、武器がね、武器が。どうしよう。これ、スクラビルド、試してみようか、これ。今壊れそうだけど、一回外して、で、もう一回スクラビルド。すると、ダメか。ダメか。耐久力回復とかしないかなと思ったけど。セーブされた。こっちを登ってないね。骨につけてもいいんだけど、骨すぐ壊れちゃうもんね。こういうのはやっぱ上からじゃない？調べるとしたら。夜光石。お、マックストリフ。武器ないね。壊せるかな。よっ。オッケー。もうちょっと奥がある。危ない危ない。なんもないね。え、待って、なんで赤くなるの。普通に夜？赤い月の日？かな？だよね。多分あれだよね。そうだよね。しばらく待ってれば、ゼルダちゃんが語り始めるはず。てか待って、ここで赤い月か。また戻るとき、敵も復活してるわけ？なかなか切り替わらない。ちょっと進もうか。でも何もないね。よいしょ。
あれ？なんでブラッディームーン来ないの？もうちょっと時間に余裕があるのか。あそこ青い、青いとこまだある。ここら辺なんもないね。真ん中すげえ怪しいんだよな。武器他に、骨につけ、つけてもいいんだけど、多分すぐ壊、ルピーだ。すぐ壊れちゃうよな。あ、明かりばな。え、なんか時間止まってんのかな、なんか。まさかと思うけど、これなんかさ、こういう赤い正気が出てくるエリアじゃないよね。それだったら超やばい香りしかしないんだけど。あ、治った。治った。あれ？赤い月来るんじゃなかったの？今。よ。いや、ちょっと待って、これすげえ嫌な感じする。あ、結構骨持つね。夜光石、夜光石。よし。ゼルダちゃん語ってないから、もう一回ちょっとあっちの方行ってみますよ。で、これでもし、正気が、出てくるわ。待って、つまりはそういうことだ。なんかあっちにやばいのがある。なんかあっちにやばいのがあるってことでしょ。これなんだろうね。これどうしよっか。ちょっと上から爆弾投げてみる？マジか。なんかやばいエリアなんだな、ここ。よいしょ。届くかな？ 53 個ある。まあ、ためだもんね。えい。あ、あれ？あいつ、敵？前もさ、リト地方にさ、あったよね。あ、スタルヒノックス。あ、これ敵だじゃん。え、動く？動きます？お客さん動きます？ちょっともう一回上から爆弾。でもさ、あれって HP あるのかな？普通に頭打ち抜いたら一発とかないかな？よっと。しかもパラセルの記事だった。よっ。あいつは掘ってあげなきゃダメなのかな？ねえ。掘り出してあげないとダメかな？結構爆弾使うよ。ねえ。そろそろいいんじゃない？てて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 。あれ、ビビるから。あれ？動かない。武器ちょうだい。騎士の槍。城の騎士用に作られた槍。王国と城を守る騎士道の精神により、ハートが残り1個以下の時に強力な攻撃を繰り出せる。あ、剣でこれ封印されてる？刺さってるよね。今の取った？取ってねえ。スタルヒノックスが、でかいから。
武器に行かねえっていう。これ絶対封印閉じちゃってる、閉じちゃってる気がする。やばい気がする。でも、この岩で、岩と武器は、こいつには使いたくないね。こっちに使いたいね。大丈夫これ。やばい匂いがプンプンする。回復もまあね、時間はかかっちゃうけど。長持ちするね。ほらやっぱなんか正気が。正気がなんかあるよね。槍使いにくいか、槍から。お、すっげえ夜光石の量。静かで逆に怖えよ。え、マジ？え、あ、ここなんかある。ここは普通の剣。リザルブレード。はい。おぉ？はいはい。なんか聞こえる。待って、しゃがんでるとき、剣触れねえ。あれ、しゃがんでると剣触れねえよ。ちょっと、かする、かする。するけど当たらない。あら、燃やすか。ちょっと待って、ここでちょっとチューリー危ないよ。お、逃げてくれた。えい、燃えてるね。敵の声聞こえたよね。ん？いや、ここじゃない。下？ちなみにここの上は？もうだいぶハイラル城に近づいてはいるけど。ニュー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 、長い。あ、そっか。ハイラルの地下だから、正気があるのか。そうだよね。だって、そもそも正気がハイラルの地下から出てきてるから、この冒険始まったんだもんね。あ、なんか聞こえる。どこにいんの？とりあえず、ちょっとめんどくさいやつ壊そう。もう壊れちゃうな、これ。ああ、壊れた。槍。ほいほい。ほい、いいね。武器欲しい。岩はいいんだけど。俺だって岩投げてもさ、意味ないっしょ。ねえ。武器が欲しい。ほい。完全にタンクになっちゃったよ。ほいほい。
お、剣だ。ありがて。よし。よい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 。これは端っこの方を壊したら武器出やすいとかあるのかな。あ、危なくない危ない。なんか曲が曲がやべえんだけど。そう、なんかガノンさんのガノン戦の直前のピアノのあの低い音のでーんででーんみたいな。ん？うん。こっちは行き止まり？こういうところで癒しのコログ出てこないかな。すごい岩壊してきたね、ここね。あら。あとは骨。壊れた。ああ、もう、待って。この距離感が。大丈夫今。今、注意当たらなかった？え、すっげえな。まだあんの？えい。爆弾あんま使いたくないんだけどね。あれ？これなんか木の根だね。一発、あ、イエロー。エレキライク。へえ。初めてだ。武器がある。バレた。攻撃パターンは大体アイスライクと同じ感じ。あ、跳ね返ってくんの？おお、やべやべやべ。やるー。チューリーやるー。待ってね。いや。爆弾じゃなくて、爆弾は、いや、これ外すってできない。できねえ。チューリー頑張れ。エレキはなんか反射するんだね。いや、隙が短い。あ、もうないし。参ったね。あの位置はまずいね。かわしてえの、かわしてえの。はい。危ねえ。ビビデバビデブ。危な。もう。ハート4つ ?4つ分。びっくりした、マジ。食べる。びっくりした。弓落としちゃったよ。あまりの衝撃に。2発当ててもちょっとだな。いや、あっちに行きたい感はあるけど、それはそれちょっと、何いるかわかんねえしな。半分も削れてね。違う。岩ハンマーでこっちで、ここを掘ろう。お、一個掘れた。よっよっ、何もいない。いないね。こっちは安全そう。入られたっけ。よいしょ。よいしょ。なんでこんな、こんなめちゃくちゃ、キノコが。取ったかな。じゃあこれだけか。ああ、まだある。すごい木の根が。
払おう。ビリ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 4発5発出してからの隙あり。まだいける。あー壊れた。1,2,3,4,5。 あ、いいや、これ反射してもらって、で、隙あらば、えい、もう一丁いっちゃう。ちょ、そこ。当たった。オッケー。写真撮りたい。お写真を撮りたい。エレキライクの遺跡。ふぅ。宝箱。あ、この絵の盾強っ。70だって。シーカー族によって古代技術を用いて作られた盾。攻撃を受け止める力は非常に強いが、構造的に耐久性が低く実戦には向かないとされた。あ、そうなんだ。これ耐久力上がってんだっけ。防御力アップか。いや、いらねえかな。よいしょ。で、これ装備して。まあ、写真撮れればいいんじゃない？自分を写す。待て待て、ポーズつけられるんだ。これは面白いね。いや、たまたま十字方向やったんだけど。あ、これ面白いわ。なんかサムネに使えそう。立って。この絵の立て。これ面白いわ。ちょ、注意ちょっとごめんね。これ面白いわ。あ、ブレてるブレてる。あー面白い。いいね。あ、いいね。いいね。いいよ、リンクくん。とてもいいよ。差し替えとこうか。あ、ジャイロが反応した。ねえ。かわいい。な、待って、こうで。はいはいはい。あ、ちょ、待って、これ面白いわ。これ面白いわ。面白い、これ。いいね。ね今のまま。これいいわ。何やってんだか。電気の実、破裂すると電気を発する実、雷鳴に反応して筋力を刺激する成分を含むため、料理にして食すと、雷雨下で強力な攻撃を繰り出せるようになる。これは取れない。あ、取れる。雷鳴の実。あれ、電気の実。エレキライクの遺跡、エレキライクの体内で高電圧にさらされ続けた石、体外に取り出した後もわずかに帯電している。虫と煮込むと薬の材料としても使うことができる。エレキライク1体だけかな、いたのは。ねか。上、てかこれ迷うね。ちょ、待ってよ。あとこの正気よ。一体何なの、この正気は。やっぱハイラル城に近づいてるから。実はラスボスだったりしないよね。さすがにないよね。やばいって。トゲが。あ、迷いの声聞こえる。いるね。いた。えい。シュワーン。上に行くのがルートとしては正しい。えい。21個。1個あげたから22個か。洞窟は全部いくつあるのか。ちょっとさ、一回戻って、途中スルーしてきた道だけ行っちゃおうかな。なんかこっちが正規ルートって感じするよね。うん。
一回戻ろうか。そうそう、時間も近いから、一回気になるところ先にやっちゃって。いいよ。いいよ。一回戻ろう。これ上もなんかあんのかな？お、こんなとこにも。よいしょっと。おーおー、まだある。あ？あ、夜光石あれ。あれはやだな。2発はもったいない。よいしょっと。お、すっげえ。すっげえ落ちてくる。ボロ儲け。え、まだなんかあんの？こっちも。うっそ。なんか洋服とかもありそうだね。ないかな。ああ、びっくりした。武器持つかな。あら、こっちもなんかある。ちょ待って、武器。ああ、どうしよう。爆弾使ってく？マジ爆弾扱い気をつけろ。あ、こっちぜ、ハイラル城。繋がってるね。ちょ、待って、どうしよう。どうしよう。なんかあるし。偉大なる初代王、この地深く魔王を封印す。我ら王の封印を強固とするため、聖域を張る。その要としてここに城を築く者なり。これ失われし時、聖域も失われ、魔王時とともに復活し、その憎悪と怨念がこの地に解き放たれん。すなわち城の永続は王国の繁栄につながるものなり。ここに恒久の安寧を願って。マジか。あ、だから城が上に上がっちゃったのかな。ねえ、これ多分上、どっかハイラル城つな、敵がいる。え、これ道的にはどこが正しいんだろう、これ。結構果てしないな。なんかドスンドスンって聞こえるし。ちょ、待って。一回戻るじゃん。ここも来ますよ、と。とりあえず一番最初にスルーしたところ行きたいね。はっ。よっ。そうか、あれだか、城に戻るの隠し通路は何パターンかあるんだね。一本じゃないんだね、多分ね。はっ。こっちでしょ？これは、あれだね。ちょっとちゃんとやらないと、なんだ、連日やらないと忘れちゃうな、このルートは。迷うわ、絶対。はいはいはい。で、ここで、ここもなんか怪しいよね。で、ここを掘ってきて、ここ夜光石まみれでしょ？そう。あそこまで下探索してないでしょ？で、あそこの、あ、水路のところも、開けられそうだけど、まだ見てないと。あいつもなんか解き放てそうだけど、まだ見てないと。動くなよ。で、さらに、水中から来たんだよね、確かね。こっちから来た。いいよ。いいよ。で、ここ掘ってきた？違うな。あそこ。掘れるな、まだ。あそこも怪しいね。やべえな。すげえ不景ぞ。で、こっちか。こっち掘ってきたのか。そうだね。はい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 。で、もうちょっと先が、ここだ。ここじゃない？そう、ここをスルーしてきたな。でちょっと時間があれなので、一回ここで区切りましょうか。はい。ということで、今回ものんびりお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。次回も本当にのんびりとまったりとやっていきたいと思います。以上、暗黒者でございました。バイバーイ！ペロペロー！